フェムテックフェスオンライン処方&ピルの会へようこそ。今回は、スペシャルゲストに早川五味さんをお迎えしております。フェルマータからはアーミナと私アカネが参加しております。どうぞよろしくお願いいたします。オンライン診療と処方事情を学び、今後の利用検討に活用するが今夜の目的です。はい、では次のスライドお願いします。でここでちょっと早川五味さんに自己紹介をお願いしたいと思いますので、五味さんよろしくお願いします。はい、お願いします。早川五味と申します。で95年の東京生まれで多摩美術大学のグラフィックデザイン学科というところを卒業したんですけど、大学在学中の1年生の時、まあさらに言うと一応高校生の時から、アパレルというか服だったりとか下着とかの販売をずっとしていて、それで株式会社ウズアという会社の代表取締役になります。でもともとそのフィストっていう下着ブランドをメインでやっていたんですけど、まあ、今もそっちは継続しつつ、そのここに書いてあるこのイルミネートってブランドを、今主力で頑張っているとこです。でイルミネートはその生理用品だったりとか、生理からその女性の健康を考えるってところで、まあ、女性のヘルスケアブランドとして今後もやっていけたらなというところで、今年はイルミネートの年にしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で最初のテーマがオンライン診療と処方の基礎知識ってことで、オンライン診療ってこれから私たちが話すオンライン診療ってのは主に多分2つ考えなきゃいけなくて、1つは医療従事者、まあ、先生が医師がちゃんと診断をしてくれるということ、でもう1つ、もう2つ目が、医師ではなく、もう2つ目はちゃんと診断と診療に使ってるっていう、なのでこう決められたこと、こういうことはしていいけどこういうことはしなきゃいけないよっていう決まり事がすごく細かくなってるっていうのがことですね。はい、なんで結構そのやっぱ医療界においてはその適当なことを言えないわけですよね。それこそコロナの話とかに例えると分かりやすいと思うんですけど、その陰性みたいなものが結構話題に、ね、上がりやすいかなって思うんですけど、その実はコロナの人に対してコロナじゃないですよって言っちゃうことによって、その人が出歩いて感染が広がったりとかするわけじゃないですか。だからその病気ですよ、その病気じゃないですよっていうその診断を下すってことが実はすごい重要なんですよ。でそれをするかしないかで、そのオンライン診療に入るかオンライン診療じゃないかっていうのがまず決まって、その中でさらにじゃあそれを医者が行うか医師が行うか医師じゃないか、例えばその薬剤師さんが行うとか、そういった場合だとさらにその相談とかもう少しその医療の外に出てくるよねみたいな感じで、こう、まあ、診断を下すか下さないかっていうのが一つ大きなポイントだよねってところで、なんで普段こう病院に行ったら風邪か風邪じゃないかとか教えてもらえると思うんですけど、まあ、なんかそこのこう判断するっていうところが、まあ、入ってくるとオンライン診療になりますよっていうところで、今日はそこについてお話ししていく感じになると思います。で、まあ、今回、日本でこういうのが入ってきた、まあ、世界中でも普及して始めたんですけど、まあ、いろんな理由があって、主なのがこの4つですね。オンライン機器だったりとかテクノロジーが普及してきて可能になったっていう、単純にそういうものがこう家にいても先生 の診断を受けられるのが可能になったっていうのと、あとその情報セキュリティ のシステム、個人情報とかをちゃんと守るシステムが強化されてきたのかのでできるようになった。であとは今医師の働き方改革って日本でもね、医師の数がすごく足りないって言われてるじゃないですか、うん、なので結構ね過労ですからね皆さんね。そうなんです。なので、彼らの時間をもうちょっと増やしてあげて仕事がしやすい環境を作ってあげたりとか、あと日本でも言われてるのは、地方とかだったらこう病院がなかったりとか、島に住んでるとかっていうのは大きな病院がなかったりとかする中で、そういう人たちもオンラインだったら、東京のお医者さんとかに見てもらえるっていうのがありますね。ちょっと詳しく話していきましょう。ここみちゃんだったのかな、はい、そうですね。なんで、まあ、今回はその日本でのオンライン診療ってところについて話していきたいと思うんですけど、まあ、先ほどアミナさんもおっしゃってくださったように、弁護士とかと一緒で医師もその国家資格ですごいそのいろいろやっていいことやっちゃいけないことがあるんですよね。だってそれこそそのやっちゃいけないことが決まってなかったらどんどん人殺し放題というか、まあ、すごい大変なことになるわけじゃないですか。でなんかこういったことはしていいですよ、こういったことはしちゃいけませんよっていうのが医師法ってものがで決まっていて、でそのオンライン診療についても勝手に自由にしていいわけじゃなくて、一応そのガイドラインがあって医師法でも定められている部分があって、まあ、それにこう乗っ取った上でやりましょうねっていう前提があります。で
で、日本で の, そのオンライン診療って部分で言うと1997年に、まあ、遠隔診療としてスタートって感じで、ちょっとここら辺 の, あの以前のことについては私もあんま詳しくないんですけど、2018年の3月なんで本当直近ですよね。でオンライン診療って名前にまあ変更されて、で実際その診察、例えばその病院に行ってこうお話しさせていただいたりとかするときに、あ、まあ、ちょっとこれはややこしいから見ておこうか、普段病院行った時に、あの点数っていうのをもらうと思うんですよ、あの領収書として。で例えばその100点とか80点とか書いてあるじゃないですか、その病院行って。例えばじゃあ初診料何点、そしてなんか薬の処方量何点、何とかって聞かれて何点みたいな感じでこう点数が書いてあって、でそれ最後なんか金額になってるじゃないですか、ハテナって人多分多いと思うんですけど、基本的にあの1点あたり10円になっていて、あれが全部その金額に変換されるんですよね。でそのお金の私たち 国民保険とか入ってる場合はその 30% だったりとかが、自主負担なんで、自己負担なんで、そこの分をお支払いするみたいな形になってるので、まずその前提、診療ってものはそもそも国が定めた保険内の場合ですね、国が定めたその金額の中で、受けるってものなんですよ。でちなみに保険外の場合はあの基本的に無法地帯なんで、極論その何だろう、一つこの注射打つので100万とかも、まあ一応できますよ、その道徳的な話はありつつ、そう、自由診療、その保険外の場合だったら、まあ、そういったこともできるんですけど、保険内の場合だとそういった形でこうガイドラインが決まってて、これをやると1回いくらですよっていうのが決まってて、それの組み合わせでその診療が決まってます。なんであの結構そのあのクリニックとか病院によって全然金額違かったりするじゃないですか、その花粉症を受けたはずなのに、なんかあそこのクリニックめっちゃ花粉症の診断なのに超高いじゃんみたいな、保険内なのにとかあると思うんですけど、なんかその場合は実はこのちょっと余計なカメラを入れられたりとかして点数が若干上がってるんですよね、そういうオプションで。でなんかトータル上がるみたいになってるんですけど、基本的には決まってますと。でそこの点数がつけられたのが、まあ、この2018年のタイミングで、そのオンライン診療ってものも今までは対面じゃないとその点数をもらえてなかったんで、病院側もお金をいただけなかったんですけど、まあ、ここで点数が決まったことによってその受けれるようになったと。で、まあ、今 の, そのオンライン診療の流れっていうのが、その保険内の場合だ と,、特定疾患、あの特定の疾患に対してだけしか今は、保険適用ができなくて、それ以外は基本的に保険外で処理するパターンがまあ多いかなと思うんですけど、まあ、ちょっとコロナでイレギュラーな場合もあるんですけど、原則の流れとしてその診療内容の確認をして、でまあ、事前予約して、あの予約しないとね全然会えないみたいになっちゃうん で, で、まあ、ネット上手これね、音声と視覚と聴覚の情報を伴う媒体でしてくださいっていうその謎のルールがあるんで、まあ、基本的にはビデオ通話でしてくださいってことですね。でまあこうやって診療をして、でその後あの処方箋もらうじゃないですか、普段病院だったら。でその処方箋を、今だと多分ファックスとか、まあ、もしくは例えば郵送でそのまま薬もらったりとか、まあ、何かしらの手段で薬をゲットして、で実際あの飲めるみたいな状態になってるんで、まあ、薬局に行くパターンもあれば実際薬が配送されるパターンなんで、病院から院内処方ってフローを通ってまあ配達される場合もありますよという感じです。コロナ前後で実は結構ルールが違いますと。でただそのコロナ後に関してもこの後後について話すんですけど、次元付きコロナが収まったらまた元に戻しますよって前提なんで、ここのコロナ前ってやつが、ベースになってます。であのオンライン診療ってものは原則初診は対面となっていて、じゃあその初診と最診の違いって何ってところが私ずっと分かんなかったんですけど、お医者さんに教えてもらったら、例えば花粉症とかって、1回診断の名前がついたらそのまんまその、完治することって基本的にあのよほどのことがなければないんで、一旦花粉症って名前がついたらその後ずっと花粉症の名前のまま診断するわけじゃないですか。そうなると治んない限り最診なんですよね。なんで1回だけ初診で名前をもらって、その花粉症ですと、で診断をもらってその後に関しては最診と、で逆に言うとその風邪とかの場合って風邪治るじゃないですか。だから1回例えば風邪ですとかインフルですっていうので初診で名前をもらって治ったタイミングで1回終わるんですよね。で次また違う病気になったらそこでまた初診みたいな感じになってるので、原則初診は対面っていうのは、そこの名前をもらうタイミングですね。なんでその診断をもらうタイミングは、対面で診療を行いましょうねっていうのが、認識としては正しいかなと思ってて、そうですね、まあ、プラスあのしっかりそこの特定の病院に行っててくださいねっていうのがルールとしてありますよって感じ。最初の疾患は基本的に生活習慣病となっていて、
で、ここの診療責任に関しては基本的にその医師法ってものがすごい厳しいんで、そもそもオンライン診療で何を使うとか、オンライン診療のその診断で何が起きるっていうのが原則その医師に責任があるんですよね。だから結構渋いんですよ、みんな。だってだったらその厳密に対面で診断下した方が安心じゃないですか、お医者さん側も。そこの責任は取んなきゃいけないんで、だから結構まあオンライン診療に関しては渋いところが多いよねっていう、まあだからなるべくその軽いものしかオンラインにまあ現状移行してないよねっていうのがあります。でコロナが大きい、いろいろと解禁されたと。でここのタイトルが結構ミスリーディングを誘発してるなと私は思っていて、オンライン診療解禁されたわけではなくて、一時的に緩くなってたわけです、あのルールが。初診からオンラインでの診療が可能になっていますと。で、特にその対象疾患っていうのが今まで限定的だったんですよね。特にその生活習慣病系のものが多かったんですよ。なんで、あのリピートで何回も見ていく、もうずっと糖尿病だよねみたいな感じのものとか、なんかこうずっと見ていく生活習慣病が基本的な対象疾患だったんですけど、それがその問わず初診まで拡大したので、今一時的にその大抵のものはオンライン診療でできるようになっています。そうですね、だからオンラインで今のところちょっとしのいでもらって、コロナが落ち着いた頃にはちゃんと病院に行って、本当にその診断が合ってるかっていうのを精密検査なんかでちゃんと調べてくださいねっていうのが今の状態なんです。